あ、もう一回ちょっといい、いや、アーティさんを出してもらう。最近アウさん2って知ってる？アウさん2。うん、アウさんわかる？アウさんが自分でやってるチャンネルがあるよ、アウさん2って言って、めっちゃ面白いから、ちょっと見てみて。今度ゴルフ、ゴルフとか、まあ、いろんなの、めっちゃシュールで面白いから。アウさん2で出てくるから。うん、で昨日アウさんが出してたのが今話題のアーティさん打ってみたっていう動画だよ。うん、昨日のやつがね、なんかちょっと俺もそれ撮ろうと思って。うん、はい、皆さんこんにちは、 SO3 ソーさんです。ということでね、今話題のアーティザンでいいよね。もともとあれ、タイガーのなんかクラブを作ってる人がマッテイラ独立して自分、うん、かなんかでね、ちょっと打ってみます。まず56度から。なるほど。結構みんなね、打感がいい、打感がいいって言うけど、今トップしたんでちょっと分かんなかったね。あー、めっちゃいい。あー、みんなが打感がいいっていうのが分かるわ。ああ、確かに打感めっちゃいいわ。で、今度50度打ってみます。なんかヘッドがめっちゃちっちゃく感じるんやけどな、気のせいかな。ああ、いい当たり。50でちょっと、100ちょっとやね。あ、スピンも効くな。まあ、でも正直言って、まあ、打感わからんな。自分の SM7 の50度。いやー、打感分からんな。え、翔くん違い分かった？アーティザンとこの SM7 の打感違う？やっぱこっちもいい。アーティザンの方が柔らかい。ああ、なるほど。ちなみに今日はアフターで翔くんと打ちっぱなし来てます。はい、翔くんです。あ、チャカチャカで。あ、捕まるようになっちゃうやん。ちょっとだけね、2個ポジション変えたす、うん、これで全然違う。よっしゃ。え、どうやった今。結構いいんちゃう？うん。うん。あれないかな、こんなおでこのライン、おでこの。あ、あるある。おでこもある。あ、これいけるわ。